い、皆さん本番ですよ。本番。ちょんちょんちょん真央こと。はい。目はずっと下でもいい。見ていいのもこう、こうカメラのことも一切気にしないで。あ、わかりました。入れろ。人を泥棒呼ばわりすんじゃねえ。そいつを地面に置け。スイカぐらいでカッカすんなよ。うるせえ。おっかねえ女だな。いいからそこに置け。ああそこを畑で捕まえたんじゃ。ふざけやがって。勝手にしろ。おい、ちょっと待て、待ってくれ。おい、うるさい、スイカ泥棒。おい、おいって。スイカ返すか。俺はおめんこと知ってる。本宿村に住んでたことあっぺよ。カッパラに知り合いなんかいねえ。おめえの元亭主は望月貞夫。俺の中学の時に先輩だ。思い出したぞ。お前はパチンコ屋で働いてた松原武雄か。とりあえずこれ消す。もっと丁寧に返せ。ああ松江、昔も今もいい女だな。おめえみたいな男と話したくねえ。腹減ってよ。ちょっと昼飯代わりに失敬しただけじゃ。それを盗っ人っていうな。だな。すまね。まさかあんたんとこの畑とはな。スイカ泥棒と一緒に歩きたくねえ。ついてくんな。謝ったじゃねえかよ。ひっつくな。離れろ。あっち行け。おめえ、望月貞夫と別れた後、材木屋の大旦那の目かけになったって本当け。目かけじゃねえ、五歳で嫁いだんや。で、遺族の連中に追い出されたってわけかい。その話はしたくねえ。いろいろ苦労したんだな。俺は昨日この村に引っ越してきたばっかりや。引っ越して翌日にはスイカ泥棒ですか。鉄工所が先月倒産してよ、今職探しの真っ最中や。人の畑からスイカかっぱらうほどハラスカしてるんですか。おとついから何も食ってねえもんで。嘘っぱちみたいにしか聞こえんよ。おへったくそめ。いきなり投げんなや。もったいねえ。食わしてもらうぞ。
俺は昔竹細工の職人もやってたことあってよ、昨夜夜鍋してこいつを作ったんだ。よかったら使ってくれ。なんか魂胆あるな。こっちのも俺が直しといてやる。この醤油かごは罪滅ぼしのつもりですか？こっちのは今にも底抜けそうじゃねえの。なんか魂胆ありそうな男の匂いを感じる。青竹の匂いや。あんたが今考えてることは大体想像がつく。匂うんだよ。どげな匂いや。獲物を狙うオスの匂い。60歳も年の離れた材木屋の大旦那には随分可愛がられたんだべな。興味ありますか？ある。5年間亡くなる前の晩まで可愛がってもらいました。毎晩か。毎晩や。勢力絶倫。すげかったです。ああ。朝心臓発作でぽっくりいっちまいましたけど。それは男として最高にいい死に方だと思いますがね。ほんじゃあ私はこっち、あんたはあっち。こっからはひっついてこんでええですから。88歳と27歳の極上の夫婦生活ってことか。男の夢だね。じゃがいも泥棒め、それはうちの畑の芋だ。そこに置け。おい、置けって言ってんだよ、このカッパライ女。これは私の芋だ。お前は何者だ？俺はじゃがいも畑の持ち主だ。その芋返せ。この芋がお前のだっていう証拠あるか？お前が俺んとこの畑からその芋盗んでっとこ、この目で見たんだよ。その畑がお前のだっていう証拠見せろ。じゃがいも泥棒女、返せ。おどこの野郎。どうやら毒蛇じゃねえ。安心しろ。蛇は見たんか？見たよ。毒蛇だ。ぶっとかった。この傷は砂利っ子の擦り傷だ。安心しろ。本当か？安心しろ。
前掛け広げろ。わざわざなんでこんな真似をしたのか自分でもわけわからん。蛇と睨み合った途端なぜか興奮しちまった。何か用ですか？何です？いきなりだけんども、松江さん、俺と正体を持つ気はねえですか？どっかおかしくなっちまいましたかね。自分でもそう思います。自分のほっぺたビンタすると目が覚めますよ。盛りのついた村中の男どもがあんたのことを嫁にしたいって狙ってます。村の男どもはこそこそ噂しております。どんな噂？松江を嫁にすんのは誰かって。あんたもそのうちの一人ですか？そういうことです。なんやいきなり襲われそうやな。ドッキンドッキン緊張しちまって震えてるんや。それは震えですか？切ない男の震えです。胸いっぱいで興奮してます。なんや飛びかかってきそうに見える。実はな、不思議な奇跡が起きました。どげな奇跡？昨夜俺の夢の中にあんたが出てきました。へえ、あんたが私の夢見たんですか？どんな夢？とんでもねく、いやらしい夢でした。それ以上は聞きたくねえね。朝から飯も喉を通らねえほどあんたのこと考えてますわ。その顔には似合わねえセリフだこと。ゆうべは一睡もできませんでした。へえ、私のせいですか？そげなこと言ってね。俺と初体を持つ気はねえですか？全然ないです。諦めた方がええですね。ほんじゃ私はこっち、あんたはあっち、気ぃつけて帰んなさいよ。Thank you.
朝日からその芋盗んでとここの目で見たんだよ。行こう、パン。ほんま盗まれてやってた。上目使いでクールにしますよ。ここまで。オッケー。塚本、100円室元気を振り終わりますね。いいよ。だるまさんが転んだ。どうぞ。1、2、3、4、コンクリちゃんたち声出して。